い、こんにちは。こんにちは。工場潜入シリーズ、はい、体操科って呼ばれるところに来てます、はい、何するとこかって言ったら、はい、梅干しを、まあ、段ボール詰めしていただいたやつをここで結束して、ここから、日本全国の、まあ、スーパーとかそういうとこへ出荷するっていう場所です。はい、はい、今ちょうど結束してる音がするのでちょっと見に行きましょうか。はい、じゃあ行きます。はい、めっちゃ早いやん。目にも止まらぬ速さ、はい、速さです。ちょっとやらせてもらいたいと思います。その残りしんちゃん全部やってな。さすがしんちゃん。今ちょっとやらさせてもらったんですけど、手挟む、挟みかけてんやけど、挟むとかないですか？まあ、特にないですけど、挟まれてもそんなに痛くはありません。痛くないですか？ああ、そうなんです。え、今まで1回も挟まれたことないですか？2度ぐらいあるんですか？お客さんのところで届けないといけないので、なんか気にしてることとか注意してることってあります？綺麗な状態で届けようと、はい、うん、気を使ってはおります。それぞれにやっぱりいろいろ仕事見てきましたけど、はい、大変なこととか急にされてることいっぱいあるんですよね、はい、哲也さん、なんかありますか？落とさないように落とさないように大事に。そうですよね、中身梅干しですもんね。そうですね落としてしまったら潰れるんでね。こちらの方、配送課っていうところなんですけれども、まあ、商品をこういう風にここから日本全国の方へ出荷をさせていただいているところで働いていただいている、まずこちらの方から、はい、谷口真嗣です。真嗣です、はい、かっこいい。真嗣です、かっこいいですね。何にこれ言うんですか。で、こちらが、榎本哲也さんです。はい、テッティって呼ばれてます。言われてない哲也さんってよく言われてますわ。谷口さん、僕ら結構こうやって回らせていただいててですね、いろんなこう皆さんの最近の趣味とか聞かせていただいてるんですけど、はい、趣味は魚の養殖です。魚の養殖って養殖ですか？魚釣りに行って釣れないんで、はい、養殖してるような状態です、はい、釣りに行ってるけど全く魚が釣れてない。この間も釣りに行った言ってましたよ。あの時は養殖です。もうめっちゃまるまる太ってる魚がうじょうじょいますんで、よかったら皆さん釣りに来てください。で、こちら榎本哲也さんの方のもしよかったら趣味教えてください。はい、結構ね、僕ら小耳に挟むんですけど、この辺りにホームセンターとかあるんですけど、いつもホームセンターにおるっていう形で聞いてるんですけど、どうなんですか実際のところは。誰かと会うことはあります。何してるんですか、ホームセンター。え、材料結構ね、手先器用なんで、なんか会社でもいろんなことを作ってくれたりとか結構してるんですよね。最近では何作りました？今はまだそのペンキ塗りをしてます。ペンキ塗り、
めっちゃ、あ、アイラもそうですね。本格的ですね。綺麗に塗ってますの、綺麗に塗ってます。本来ね、3名でやっていただいてるんですけど、今日はまあ2名の方に来ていただいてまして、配送課っていうのをまあ務めていただいてる2人でございました。今日はお二人様どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。 SNS のフォローもよろしくね。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれてありがとう。